どうも、オリエです。よろしくお願いします。今回も今回はですね、ヒストリーモード、はい、50年遊ぶと遊べるようになるやつかな。はい、ヒストリーモードのうちの2つ目、救援物資を届けろ、これをちょっとね、10年かな、確かヒストリーモードはまあ10年なんでね、確か全部ね。なんで、こいつをね、10年実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずこれなんかあれだよね、ゴミみてえに目的地入るみたいなゴミみてえに目的地入るみたいな、あ、なんかそんなんじゃなかったっけ。変更しますよ、それは。前回は赤鬼ってやったんだよね。だから俺個人的にね、陽気嫌いなんだよね、こいつこいつ嫌いなんですよ。だからちょっとこいつとやり合っていいですか。ちょっと陽気比、ちょっと俺こいつ嫌いなんだわ。一番嫌いなコンピューターでやります。まあ陽気比エンマでもいいけど、まあ陽気比陽気比でもいいかな、どっちでもいいな。まあ陽気比エンマにしようか。なんかこれがね、前回で言うとこの前回の10年トライアルみたいな組み合わせですもんね。うん、てか言っちゃうけど、この二人に普通に勝つこと自体難しいですからね、本当に。めっちゃむずいっすよ。僕でも多分、10年でこいつら二人に絶対勝ってくださいねよって言われたら、ちょっと不安だもん。絶対勝つ保証ないもん。はい、じゃあ何にも思いつかなかったんで、スースースで行きましょう。はい。すっごく読みづらいですね。スースース社長で行きます。はい。作業どんだけ名前に入んねんって話ですね。はい、いや、行きましょう。よーし、やってくぞ。このゲームのコツなんだろう救援物資を届けろは。ちょっといまいちよくわかんないんだよな。はい、入りました。はい、はい、はい、はい。そうですね。出ましたよ。様々な紛争が今この瞬間頻繁に起きていて、そうやね。大変やね。はい、希望届けてください。一人じゃないと伝えてください。一人じゃないぞ、お前ら。はい、八つの紛争地が次々に登場します。で、そう、この目的地に何回入ったかっていうゲームですよね。だからもしかしたら10年かかんないんじゃないかなと思ってます。ただ八つ目的地あるからな。はい、国際平和史上。まあ、正直最初の1、2個取られるのはしょうがない。最初に1、2個取られるのはもうしょうがないと思ってます。なんですけど、まあだから熱気球とかが強くなるよね。熱気球とか、まあ、あと単純に移動系だな。あとスペシャル、うん。ではそんな感じです。はい、では最初はどこですかね。はい、支援金として30億円、さらに100億円分の現金カードがカードバンクに送られました。なるほど。で、プロペラ、双発プロペラ、ぶっ飛び1枚ずつ持って東京からスタート。了解です、わかりました。ここウィントフック、全くわからない、どこや。アフリカ、なるほど。はーい、ただバリケードがあるんでしょ。うわぁ、そのルートしか使っちゃダメだよってことですもんね。だからうわぁ、なかなか塞がれたな。うわぁ、この曲かっこいいよね。そう、気づいてんけど。はい、カードバンクにあるカードはいつでも引き出せますよと。あ、100億円カード、なるほど。まんまだね、もうね。ウィントフック、まあ最初はぶっちゃけここでしょ、多分ここに。そう、あ、売り場もあれだ、新しいやつだ。カードたっけー、カードたっけーな。12ね。いや、もう最初はホストビット超音速をどんだけ入手できるかなんじゃないかな。あとスペシャル、結局。で、目的地入りさえすれば、どうせ金は入ってくる。そう。どうせ金は入ってくるから、どんだけその二つを最初に入手できるかなんじゃないのかなーと思ってます。はい。まあ、とりあえず100億も使っていいでしょう。はい、オッケー。では、総発プロプロ行きましょう。はーい。はい、オッケー。12。10です。独占できるけど、これはもう多分意味ないよね。あ、福袋やろ。じゃあ、福袋。福袋や。多分これが強い。そうだね。今回福袋めちゃめちゃ強いから。で、プロペラ多分もういらないんじゃないかね。プロペラいらないから、音速入れよう。1枚。よし、何もなかった時用の音速を1枚持っておく。これが一番多分でかい。よし、最初に100億は多分全部、なんだろう、全部カードに使っていいと思う。うん。多分純粋に目的地向かうか、まあ遠回りだけどそっちの方が近道みたいな、うん、まあそんなところありますもんね。よし、ちょっと頑張ります。まあこいつら物件買うでしょう、どうせカード買うっていう概念ないもんな、お前らに。どうせ雑魚だから。はい、カジノ駅、はい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 。まあどうでもいいっすね。100入ったところででしょ、多分これ。福袋、熱気球来た、熱気球来た。よし、これでかい、熱気球でかい。熱気球カードめちゃくちゃ大事やろ、これ。多分ね、バリケードとかあんまり関係ないから、そう。多分バリケードも通り越してくれるよね、熱気球カードは。多分ね。ちょっとわかんないけど。違ったらごめんなさい。違ったらちょっとそこに関しては全力で謝罪させていただきます。コツとかってあんのかな？トラツラかけ2もあるじゃん。つうか。水曜。
あいつね、今カード買ってたよね。ガスケツ使ったらいいんじゃない？よし、これでいいよ。これでだいぶ足を削れる。とりあえず削って、はい。でこいつら多分ね、あの給油液に止まるとかいう概念ないから、これ多分ないから、うん、そう、ほらほら、ないでしょ。で金全部使ったでしょこいつ。はい、バーカバーカバーカ。さあこれで売り場行きましょう。これで星飛びさえあれば完璧だわ。星飛び、くっ、バカな、そんなバカな宝くじか。あれ宝くじってどうなんだろう。これなんか何の物件が強いとかもあんまりないよな、特に。多分釣られるのは怖いから、できるだけ色マスには泊まりたくないよね。だからただのこの売り場が弱い。星取りじゃないとダメだ。これ偉人とかっているのかな。偉人はいないのかな。まあ本当だったらちょっとカール駅泊まりたいけどね。ちょっとスリ怖いけど、かけるならカール駅だな。でかい。それはでかい。それはでかい。それはでけえ。そのすり木はちょっと強すぎるな。それはちょっと強すぎるわ、いくらなんでも。あ、でもこいつあと19マスしかないね。ちょっと危険だな。でこいつがただ、うん、こいつ、あ、おお、するんだちゃんと。偉いなお前、殺すけど。星飛びはでかい。あー、でも微妙、引きが弱い。あ、ここでもええわ、もう最悪な。ここでもええわ。よし、でこれも売る、いらない。もうこれもいらない。もう買えるだけ買おう。超音速絶対必要。2つは持っといた方がいい。スペシャルも持っておくべき。六大都市、あー、六大都市もでかいな。六大都市行くか。そうだね、とりあえずヨハネスブルクか。とりあえず絶対そこ行けるもんな、とりあえずはね。でこっからバリケード 軍団が多分いるから、多分ね、そういうこいつも、ほらこいつはこいつで多分苦戦してくれると思うんですよ、割と。うん、いいねいいね、省エネ。え、ちっちゃ、え、プラス駅ちっちゃ、マジで言ってる、あれマジで言ってる。え、待って、目的地じゃめっちゃちっちゃいんじゃんこれ、もしかして。うわ、ありそう。ちょっと待って、なんか急に不安になったなそれ。まあ、とりあえず10マスでしょ。うん、待って、いやちょっとそれ不安になったな急に。そのプラス駅の額見てちょっと俺は不安になりましたよ。もう超一本道だもんなここ、よくよく考えたら。だから本当はもうちょっとちっちゃい移動系かなんかが欲しいんだな、こういう時は。だから多分超音速とかだと、とかだと多分大暴れしすぎちゃってダメってことでしょこれ。まあ本当に、あー、なるほど、こっちから行くしかないのこれ。めちゃくちゃだるいじゃんこれ。ってことはこれ10マスと言わず25じゃん。うわー、ここもそっか、ここダメだからか。うわ、めんどくさいなこれ。急いでるんだったらさ、救援物資だって急いでるものでしょ。急いでるものなんだったらちょっとさ、もうちょっとさ、ちゃんとしてあげなさいよ。そんなんバリケードとかいらんやん。安いな、マイナス駅。これだったら食らっていいわ、全然。多分ほら、こいつら多分バリケードの存在がさ、ちゃんといまいち分かってないよ、これ。これ弱いぞ、多分コンピューターめちゃくちゃ。こいつらめちゃくちゃ弱いぞ、多分。この感じは。さっさと入ろう。3。よし、トラツバかけに。トラツバかけにめっちゃでかいっしょ。ねえ。まあ、収めねにはならないけど。いや、めちゃくちゃ強いでしょ、これ多分。よし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 。あ、ゾウさんが旗持ってる。すごい。さあ、どんぐらいどんぐらい、どんぐらいもらえるのこれ。4倍で。ちっせーあ、ちっせーこれ。あ、そんなにもらえねえんだ。あ、4倍でこれか。あ、星飛びでか。ありがて。いや、ありがてえはいいけど。これ、そうか、インフレの度合いは1年目のままなんだね。え、そういうこと？え、だとしたら目的地向かち意味ないやん、これ。19億とか。最初に100億どんだけ残せるかやん。マジかよ。ちょっと予想外でした、正直。予想外とかいうレベルじゃなかったわ。マジか。だから安全とかじゃなくて、違うじゃん。違うじゃん。危険なとこ行ってはね、でも送んないといけないでしょって言ってんの。もう、めんどくせえな、それ。
バリケードがうざいね。もう買うか。うん、いや、まあ、買っていいのか分かんないけど、これ。ちょっと待って。いや、ちょっと待ってよ。これ、いや、これ結構大変だわ、これ。思ったより。ジェットね。カードだけクソ高くって、目的地が全然カスだから。だって今4倍もらって、超音速1倍にもなってなかったもんね。よくよく考えたらね。そう考えたらやばいな、これ。これなかなかやばそう。なんか。38マス。近いのあるかな ?17。6レット紙は ?15。なら17だろ。どっちも超音速圏内ではあるからね、一応ね。はい、OK。どうしようか。福袋か足踏みか、今は。今は足踏みかもな。ちょっとわかんないけど。福袋もでもね、めっちゃ強いんですよ。実際。今さっき熱気球とか引いたしね。そう、これとかね。そう、熱気球とか出るからめっちゃ強いんだよな、福袋。実際。ただね、ちょっとこいつが割と地形は地形んだよな。26億。だバリケードがほんでさ、半年ぐらいしたら変わるでしょ、場所が。だそれの関係で、ちょっと一旦ここはパスした方がいいな、みたいなターンが多分あると思うんだよな。だそういう時に足踏み使えるからね。マイナス駅ちっちゃいよ、もう。勝手にしてください。ちょっと、これね、思った5倍の難易度だわ、マジで。想像の5倍の難易度だわ。これ何マス ?17。あ、でも一応ここでぐるっとはできるから、てか、ここでもできるから、超音速だな。超音速使おう。よいしょ。あ、シモクザメいる。今気づいた。かわいいね。これ入ったんじゃん。あ、入ったわ。でもこれ全然もらえないでしょ。だって4億とかでしょ。だって。4億とかでしょ。入ったところでじゃないの、これ。賞味。どうなんこれ。オーラーはいいんだけどさ、そうじゃなくて、そうじゃなくて。全然ほら、5億だもん。全然もらえないじゃん。これカード買った人損やん、これ。こんなん。これダメじゃん。これさ、最後何箇所入りましたよね。でさ、最後ボーナスもらえるでしょ。そのボーナス相当でかくしてよ。じゃないと俺傷つきますからね、もう。頼みますよ。変な、貧乏なもん渡すじゃねえぞ。マジで。頼むぞ、お前。カス野郎。いくらヤシャ姫でも俺切れるからね、したら。バリケード。あ、そこも封じるの。あ、で、多分そこも封じるんでしょ。はい、そうですよね。知ってました。で、下から行けってことか。またヨハネスブルクがいいんじゃないのじゃ。ねえ。これ2%とか買う必要ないな、これ多分。うん、これすら買う必要ないと思うよ、正直。はい。こいつが一番遠かったんや、っていうか。へぇ。いや、怖い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 。あ、なんだこの特攻隊みたいな男。男じゃなかったよ、キヒ。銀河鉄道強くねっつうか。わぁ、世界旅行コンビじゃない